スティ大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友寄隆弘、通称ナス D、 ほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地に命がけで向かい、知られざる文化、そこに住む人々の魅力をディレクター目線でリポートする超本気気候ドキュメントです。無人島生活3日目、全長150センチメートル、念願のサメを見事ゲット。これをさばき、すべて丸ごと美味しく食べ尽くすため調理開始。ここまでさまざまな食材と組み合わせた料理37品、すべて完食。そして迎えた8日目はナスの悪い癖が連発。サメの頭をモチーフにしたサメスイーツ、18リットル分の巨大牛乳寒天で作ったミルクザメですが、ここに絶滅しちゃってます。こだわって作りすぎた結果、このミルクザメはハイパーもろく、全部いった。第1号こんなことになっちゃった。第1号ってことは2号作るじゃん。第2号作ろう。もう2号作るじゃん。切り替え早っということで、出たよ。これペン作ろう。寒天。これはデジャブかと思うほど全く同じ工程で作り直し、どうなってるの？こだわり続けたサメスイーツはこの生活の集大成となるはずです。第43話、ナス D の無人島0円生活、総重量50キロ、サメスイーツ完成編。高崎経済大学バレーボールサークル AMIの皆さん、見てますか？ね、ナス D 大冒険 TV のお時間です。よろしくお願いします。AMIって何なの？分かんないけど、サークル名とかさ、もしかしたら代表のこの名前とかさ、可能性もあるよね。アミちゃんってこと？アミちゃん、へー、女子大生。こんな見るかな。こんなかな。見るでしょ。いや男しか見ないって。いやマジでマジで、女見ないって。そうか、なんちゃら女子大って来てもちょっと疑った方がいい。確かに。この間なんかさ、昼の番組のロケでバレーボールしながらしりとりをするっていう、こいつもなんかやってきて、しりとりしながらこうバレーボールやっていくんですよ。胃が出て、こいつ昼の番組っすよ、普通に陰謀って言ったんですよ。おい、考え、仕方ねえだろ。考えらんないよな。仕方ねえ、出ねえんだもん。抹茶の寒天です。抹茶、抹茶の寒天をどう使うのでしょう。綺麗な色。ちょっとやってみようね。そうっすね。なんと縁の部分、これ言いますか？ここからどこまでがお菓子かわかんないから。恐るべきこだわりです。寒天のフレームを作ります。寒天の毒性生かして。いいでしょ。しかしこのフレームいらんかな。変な加工みたいになってきちゃった。後ろのプラモデルみたいな、ジオラマみたいな。もういいから完成って言ってくれ。納得いってないな、全然。このか、この額縁全然気に入ってないな。あったはいいけど気に入ってはいない。合ってない色味がね。フラッシュゼリーを使ってちょっと次面とこんな細かさ。撮影スタッフとは延長料金という強い絆がありますが、彼らからは失笑しか出てきません。この隙間とか気になってたんですよ、ここの間ピタッてきてないじゃないですか。あと寒天が空いてるじゃないですか。ここがもうすごい嫌なんですよ。よし、トマトゼリー。しかしこのトマト寒天で事態は一変。いけるかもな。なんかちょっとずつまとまってきたかも。サメの舌は実際赤じゃないんで白なんですけど、一応色合いがサメ氏のポイントがないんで、それをなんかこっちの方がいいな、ね、色をね、ちょっとマシになった。確かにマシ。そして困った時はクラッシュが大好きなんで、クラッシュなんかごまかせるんですよ、すごい。アラをごまかしてくれるんですよ。子供たちはすごいおすすめです、クラッシュは。この間の白どうするかね。これを本当俺赤で埋めてもいいかな、さっき思ってた歯茎で。
トマト寒天で隙間を埋めると、9割がやり直すと思ってたんですよ。実はちょっとやる感じになってきますよね、自分が。ちょっと船浮かべてみようか。これはおもろいです。この辺かな。フカヒレのミルク煮で知らないを表現。いいかもな。面白いな。諦めずにやるとちょっと最後っていう結果を生むこともあると思う。で、このサメのマスクは防振します。ミルク寒天で作ったミルクザメにサメの歯をガチッと添えてあります。歯とこの針だけ実際のものを使ってます。このサメ取った時に使った針です。で、こちらがサメの頭の肉を使ったパンケーキ。下面はブルーハワイとレモンの寒天です。で、この額縁は抹茶の寒天、下はトマトの寒天。ほぼサメ入ってないですけども、できた。思い出だけを形にした黒ヘリメジロザメのサメスイーツです。全部食べれますか。そうね、このスイーツ作るのに約3日ぐらいかかった。ごめんよみんな。超大変だね。1個だけ言い訳させてもらいたいです。まあ、最後の料理だけは、うん、サメもものすごい貴重だし、うん、最後の料理完璧に仕上げたかったはずなんで、うん、で気さくにしたかった。だから手を抜かずサメ肉はほとんど使ってないんですけど、うん、もうちょっとできたっていうのがすごいあったんですけど、サメに敬意を表して作りました、うん、いやすごいシャークスイーツ。いやすごい、ね、何点くれる。100点よ。ありがとうございます。まあまあまあ、やってください。今度2ヶ月やろう、無人島生活。マジですか。はい、もっとすぐに作るから。第1号のミルクザメはコッパみじんになりましたが、あれもちゃんと全部食べます。今からで2匹も全部食べます。全部食べるのどれぐらいかかると思う。ね、申し訳ないやろ、3日かかります。マジで3日かかります。わあ、でもね、ちょっとね、まず一つはごまここちょっと足りなかったなっていうの。その細かさ、ちょっとじゃん、勘弁してください。ここが必要だったっていうのと、岩場のとこにクラッシュのこういうのもうちょっとこういう感じでちょっとだけ出していいですか。ナスはまだ仕上がりに納得できていないようです。できたな、全然できた、もうちょいできたな。海苔がついてる岩場みたいな、ちょっとあっても面白かったなと思っちゃいました。このペンだけちょっとなんとなく接してちょっと岩なしバージョンと岩ありバージョン。ここでようやく、うん、さあ食べましょう。皆さん、ここからね、もうサメ生活でも何でもないです。無人島で釣ったサメだけを食べて生活するから企画が変わりましたよ。ここからは一人で寒天50キロ食べ終わるまで無人島から帰れまってん。食べますよ、全部。こっちもいちごも食べ尽くす男です。ちょっと面倒くさいのもいっちゃおう。おー、すげえ。無人島ゼロ円生活シャークスイーツ、ついに完成の時。パッと見の感じはこっちが数段いいと思う。ここからは一人で寒天50キロ食べ終わるまで無人島から帰れまってん。食べますよ、全部。こっちもいちごも食べ尽くす男です。実はナス D、某大食い大会で準優勝したことがあるほどの大食漢。しかし相手は50キロの巨大寒天。果たして食べ尽くすことはできるのか。どれから行こうかしらね。いただきます。まずブルーのクラッシュゼリーから。うん、すごい清涼感。無果汁とは思えない。レモンの風味もすごくいい。うん、うまい。続いて岩場の抹茶ゼリー。抹茶ね、うわ、美味しい。抹茶の渋みがすごい効いている濃い感じの抹茶ゼリー。フカヒレのミルクに、はいはい、フカヒレのお味は、あ、うまい、うん、面白い、食感がすごい、うん、うん、冷えるとミルクとの相性がすごい。フカヒレの食感をそのままに甘い味付けで合います。フカヒレとミルク、フカヒレとブルーハイを合わせて、あ、うん、フカヒレとブルーハイはすごい合う。ミルクよりブルーハワイの方がフカヒレは相性がいいかも。食感がすごいいいんで。中国で乾燥したキクラゲとかを戻して砂糖で煮るってお菓子があるんですけど、それに似てるんですよね。さっとこのケークサレを取ります。サメ肉入りパンケーキケークサレ、うん、あ、おかずのケーキだ。甘いのの後にケークサレ食べると惣菜パンみたいな、で甘みがあって野菜の出汁がよく効いてる。ケークサレ食べたらまた甘いの食べたくなる。
ブルーハワイの波をガツガツ食べますが、やばい、全然減らへん、全然減らん。いや、ミルクザンいただこう。こう言ってみよう、要求して。長時間かけて作ったミルクザン、うん、めちゃくちゃ美味しいです。あ、うまい、美味しいですけど、よく食べる味です。あの、ごまのとこ行ってみよう。そしたらまだーペースト状にした黒ごまとミルクあん、これうまいんじゃない。これうまい、美味しい。おあ、わらび餅、きな粉かけてるみたいな食感になるんで、ミルク寒天と黒ごますごい相性がいい、合う、すごいいいかもしれないです。ミルク寒天家で簡単に作れるんで、これ2号なんで1号食べてみよう。1号も残しませんが、味は2号のが数段落ちる。砂糖の量がちょっと多かったかな、こちらが。やばいな、これ全然減らない。総重量50キロを超えるシャークスイーツ、全然減りません。寒天一番きついんじゃない？きついの。サメ料理はさ、バリエーションがいろいろあったじゃん、うん、寒天はもう味が違っても一緒でしょ結局。あれ、ナス、ナス D じゃないわ、ギャル曽根、ギャル曽根どう間違えんだよお前、ナス D とギャル曽根どう間違えんだよ。なんナス D とギャル曽根はさ、似てんじゃん。何が似てんじゃん。ギャルと曽根、ナスと D ってなんかの組み合わせが似てんじゃん。なんで今日急にギャル曽根がカットインしてくんだよ。いや、ギャル曽根の話をしたかったの。ギャル曽根のいないところでギャル曽根の話してるやつなんかいないからなんだよギャル曽根の話。あ、はいはい、思い出した思い出した。2週前にギャル曽根の話出てきたじゃん、実際ナス D が話してて。で、ギャのギャル曽根でも1日に食べれるマックスが15キロっていう。15キロね。あ、ギャル曽根でも3日とちょっとかかるわけよ。じゃあナス D 4日5日ぐらいかかるんじゃねえかって思ったのよ。まあまあいいことを忘れてたな。じゃあそうだろ、そうだろ、うん、まあまあ、まあまあ、いいこっちに行っちゃおうか。抹茶のクラッシュゼリー、味変しながら食べていく。うわ、抹茶濃い。寒天大食いは分量だけでなく飽きとの戦い。しっかり作戦を立てて挑まないとミスは命取りに。まず出すは味の濃い抹茶のクラッシュゼリー1キロを余裕のある間に一気に食べてしまう作戦に。しかし相当食べたけど減ってないもん。これ相当食べてるけど減ってないもん。鈴木奈々さんみたいになっちゃった2回言っちゃった。続いてブルーハワイの寒天を食べ進める中、ナスの大技が炸裂。ちょっとめんどくさいのもいっちゃおう。おー、すげー。おー、いっちょ前に寒天喉に詰まったと思ったらツルンと入った。こういうなんか古代の化け物いそうだもんな海を吸うっていうさジンベエザみたいでしょ。ジンベエザミはね、海中のプランクトンを自分のエラでこして進んでいくんですよね。ジンベエザメ食いです、これ、うん、ジンベエザミは世界最大の魚類でですね、公式には一番大きい個体で 13.7m です。泳ぐスピードは時速4キロでですね、100年以上生きると言われております。100年そんな生きるんですか。そうです、あれはかなりいます。あんな大きい体をしていますけどもですね、脳みそはですね、ピーナッツぐらいです。全然ちっちゃいです。サメみんなちっちゃいな。でもそんなジンベエザメのいる海域にはですね、プランクトンを食べるイワシと、そのイワシを狙うカツオがたくさん寄ってくるので、カツオ漁師からは大量の神様として古くから崇められてきたんです。ここでサメと目が合い。うわ、うん、全然減ってないもん。分母がでかすぎる。分母が減らんの。うわ、どうしようか。ジンベエザメ挟んどこうか。しかし味に飽きたところで、はいはいはい、しょっぱいケーキでお口直し。寒天大食いは飽きとの戦いなのです。ケーキタレをどこで使っていくかって結構ポイントなんだこの寒天が多いんで、量が塩味が全然ない中進んでいくんですよ。これ寒天だけっていうのはちょっときついと思う。だいぶきつい。
完食しなければ終わらない。手を止めずに次々口へ。いい思い出。自分に言い聞かせながら食べ進めます。下行ってみようか。トマト寒天だ。減らんな。しかし待望の味変トマト寒天を挟みますが、うん、やはり全然残ってます。すごい食べたよ。ジンベエザメ食いにあったから違うサメの食べ方してみよう。ダルマザメっていうサメがいるんですよ。体ちっちゃいんですよ。すごい55センチぐらいです。ダルマザメがその外洋には餌になる獲物がすごい少ないんで、大きいサメとかね、クジラとかにポコッと食いついて、大体半径3センチか6センチぐらいの肉をクリンって取って帰るんですよ。カジキとかにも食いつくんですよ。そのカジキ水揚げされても同じ値段で買い取られるらしい。ちょっとしか食いついてないのに1匹では売られないんで、ダルマザメに食われてても結局値段は変わらないらしい。原子力潜水艦にこう食いついたって記録もあるぐらいのダルマザメ。そんなサメなのにダルマザメ食いしてみようかな。クリンと食いつくナスですが、食べづらいわ。ダルマザメ効率悪い。うん、食べよう。ミルクザメ強敵やな。黒ゴマは助かる様子。でもゴマ効いてると美味しい。マジの話でこれめちゃくちゃうまい。これめちゃくちゃうまい。ただ1号もまだまだ残っています。1号かこれ入るかな口に。ちょっとそういう楽しみにもできた。同じ寒天でもいろいろな食べ方を試し楽しみを見出していく。まあ、あるな。一応なんかいい気になったけど。前人未到の寒天50キロを大食い。気持ちで乗り切ります。ちょっとやってみたいことを考えた。ゼラチンなんでここに入れて飲んでみようかなと思う。でドリンクみたいに飲んでみようか。まず青をちょっとやっつけた方がいいかも。額縁しんどそうですね。額縁かんだけど額縁なんかもこれで一本取ったから見事な一本食い。そしてかき混ぜたおよそ1リットルのクラッシュゼリーも。9秒で飲み切ったが、もう恐ろしいぐらい減らない。なんとか工夫して食べ進めていきます。開始から2時間が経過。食べやすいブルーハワイの寒天を一気に流し込んだり、たまに野生味を出して食べてみたり、これも工夫の一つ。ナスディ曰く意外と食が進むそうです。すごい食べやすい食べ方考えた。そう食べた。テイクサレをブルーハワイに流し込んだ。止めどなく続くプルプルの食感、そして味。自分で作ったとはいえ、どうしてこんなにも大きなものにしちゃったのか。そうね。いやですね、ジンベエザメを。ジンベエザメは海水を飲んでエラでこしてプランクトンを食べるじゃん。人間がやってるんですごいスピードで吸えるんですけど、たまに喉に詰まるんですよ。一番に感染力して喉に詰まったと思ったらツルンって入ってくる。何度でもいいわ。続いてこんな試みも。これでやってみよう。シェフ自ら。シェフ自ら食べます。魚の切り身みたいな。サメのステーキみたいな。魚のステーキみたいな。ナイフとフォークを使って高級感を演出。ステーキをイメージして食べるお坊ちゃま食い。意外と食は進んでいます。だいぶアホっぽいですが、これでもナスなりに最後まで美味しく楽しく食べようと努力しているようです。しかしそれでも限界はあります。壊れかけのナス、大丈夫でしょうか。さらに間髪入れず食べた寒天を違う寒天で一気に流し込みました。続いては無心でただひたすらに寒天を口へと運び続ける仏様作戦。完全に気分の問題ではありますが、それでもかなりのペースで減っていきます。すごいですね。
いや、勢いが。食べないと終わんないか。すでにかなりの量を食べ尽くしたように見えますが、恐ろしいことですよ、これ。全然減ってないもん。まだ減ってない。全然、だいぶだいぶだいぶ食べましたよ。額縁いっちゃう。サイコロステーキみたいな感じで細かく切ってこうやってね。これジンベエ食いですよ、そこら。得意のジンベエザメ食いで抹茶寒天を勢いよく吸い込みます。すると、気絶そうになってありますもちろん魅力ザメ1号も忘れていません。ピクニック気分で外で食べます。今日は何曜日なんだろう。地球は無人島、寝てもサメてもサメばかり。初めてかもしれないですね、ちょっと競輪仕掛けたのこの日完成したのは、こだわり抜いて作ったシャークスイーツ。取ったサメ肉はほとんど使い切りましたが、うん、その代わり寒天50キロが増量中。無人島で寒天50キロ食べ終わるまで帰れまってん。謎の企画がスタートしました。そして気になる総入帳料金は一体いくらになるのでしょう。中川さんが来ました。もうこの寒天食べたら終わりなんで、バラし始めてるんですけど、中川さんここ来て何もしてないです今回中川さん本当に何もしてないの今回。食べきれませんよ、あれ。これきついな、寒天ちょっときついよこれ。上からあの全体図の映像見たけど、うん、見た目全然減ってないもんね。減ってないね対戦相手もいないわけじゃん。そっか、だから敵は自分でしょ。そう、己との戦い。おうおうおう、うん、なんで寒天が己との戦いって大好評、西村さんの無人島ゼロ円生活も配信中。こちらもご覧ください。おいしい雨。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様、次回もご視聴お願いいたします。